俺らね、そうですライブが、はい、ライブがね、ライブないだろ。距離計持ってるから、もしかしたら、あったタクシードローっていう、あの、私の持ち玉。いくつになっても諦めなきゃチャンスがある。おーい、ありがとうございます。入った。うわー、どうも、レッドライスゴルフ始まりました。ということでね、レッドライス TV 改めレッドライスゴルフ一発目のコラボはこの方たちです。エンター豊田くんと梅田ひよちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。どうしたの？ちょっとあの広角で、広角でサイドが太く見える、大きく見してるね。いや、細く、あ、細くテクニックをね、はい、お持ちの、はい、っていう感じでね、今日はこの3人でやっていきたいと思うんですけど、ひよちゃんは、はい、プロを目指してでプロテストもやって、ドラコンの大会にも出てる、はい、小柱女子でございます。でめちゃくちゃね、うまいんでね、今日はでかいの2人が束になってかかろうかなと思ってますけども、はい、どうですか、勝てそうですか？勝てます。前ユージとチームでやって負けてるんでしょ？負けてます。余裕で勝っちゃったんです。最後モリティも入れて3人で3人束になったけど、ストレーやって負けたっす。なるほど、バーディー取られて。なるほどな。ちょっとユージには負けたくないからな、俺も。ユージよりはちょっとこう戦えるとこ見せたいなとは思いますけども。そうですね、うまいし飛ぶしね。ちょっと勉強させてもらいながら。こちらこそ。テストの方はどうだったんですか？ということで、はい。じゃあ、ね、まあいろいろね、いろいろあるみたいですよ。オルフ人生これからです。長いですからね。そこで勝ち癖つけてもらって、頑張っていただきたいなと思うんですけど。はい、調子はどうなの最近？いや、でもゴルフ全然できてなくて最近。ほら、俺と一緒じゃん。そうです、夏はね、俺らね、ちょっとライブが、はい、ライブがね、忙しい、ライブの、ライブないから、アーティストなんで、それできてないですけど、レッドさんよりかはできてる。さすがにもう、じゃあ頼むよ。ちょっと頑張ります。任せるよ。頑張ります。いや、まあでも、なんとなく俺が固くいって飛ばしてもらって、こう、噛み合えば勝てるんじゃないかなって、ね。いけそうですね。ちょっと、いいチームではありそうですけどね。いいチーム、そうそう。テクニックと。テクニックもないけど、まあ、パワー。そんな感じで、ね、うん。それでいきます。ハーフの、ストローク対決っていうことでね。こっちはベストボールっていうのかな。ベストスコア。ベストスコア。二、はい、人の良かった方のスコア対。うん、私のスコア。ゆうちゃんの。はい。ゆうちゃんじゃなくて、ちゃんひよのスコア。じゃあ、はい、ちゃんひよって呼んでもらいたいみたいなので、画面のそちらで、ちゃんひよ頑張れって応援してあげてくださいね。ちゃんひよです。ええー、それ。大丈夫でしょうか？裏っぽいですけれども。お願いします。かなりの肉弾戦見していきたいと思います。はい。勝負。よろしくお願いします。じゃあ、今日一日よろしくお願いします。お願いします。あ、引っ掛けた。まあ。はい、出ます。お願いします。超えていくのね。超えていきます。うわぁ、これいったんじゃない、まあ、うん、右残ってれば。そうっすよね。大丈夫っすよね。ここ的には大丈夫。はい、ありがとうございます。ナイス。ありがとうございます。すごっ。じゃあ、巻いてる。けど全然大丈夫でしょ。丸くなっちゃうんだよね。まあ。ありがとうございます。結構いいグラス来る。本当なんですか？あ、5回、5、6回ぐらい。あの、でもお昼ご飯が、マンゴー豆腐が。今日スルーなんで。わかってるんですけど、マンゴー豆腐めっちゃうまい。ですよね。あと夏だけ、冷やし担々麺とかあるけど、その同じ中華レストランが、はい、あの、多分、レシピ作ってて、俺めちゃくちゃうまい。イーグルご飯食べに来てるような感覚でいつも来てるんで。全体的に美味しい。美味しいですよね。の麻婆豆腐、それこそ前麻婆ラーメンもあって、まあ、なくなっちゃったんだけど、あの麻婆豆腐ラーメン、超めちゃくちゃうまそう。なんかね、めっちゃ可愛い。いや、あの、結構本格的な、うんうん、スパイシー。うん、超美味しいんです。美味しいよな。さらっと話してるけど、凄さ分かって大丈夫。
坪さん分かった、ね、いや、あの素晴らしい、カウントダウン TV 見てて、あ、やっぱやばい人だなって改めて、いや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 、全然です。確かにこんなだって出会えることなんてまずない、ね。いや本当にゴルフやってるやつ、そのうち出会います。いや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 、そんなこと絶対ない。本当いい兄ちゃん。嬉しい。だってこれゴルフ、はい、基本コラボでやってんだけど、コラボしすぎて、はい、コメントでゴルフやりしんだな。いや誰とでもやんだなみたいなコメントが。気まずい。どういうこと。やりまくりじゃねえか。コメントがあったね。それゴルフやってりゃいつか会えるか、会える会える、そうなの、ゴルフやってれば会える、普通会えない。いやいやいや、そうなんですよ、ね、いや若ければ若いほど会えるチャンスありますからね、多分。なんでなんとなくなんか出会いいっぱいありそうじゃないですか。え、どういうことそれ。それゴルフなの。ゴルフ、ゴルフで、え、ゴルフで。今俺すげえハテナハテナハテナってしてる。どういうことだろう、全然意味が分かってない。若ければチャンスありそうじゃないですか。若ければなんか出会えそう。いや、なんかいろんな人のつながりで、いくつになっても諦めなきゃチャンスはあるから。おーい、ありがとうございます。ありがとうございます。朝から決めちゃいましたね。出ちゃいましたね。出ちゃうのよ。自然と出ちゃうのよ、これ。あー、全部左行く。左、大丈夫、危ねえ。めっちゃ噛んだけど。あ、いい感じ。どこぐらいかな。どう。何で。あ、ナイス。ありがとうございます。噛んだ。いやです。ありがとうございます。センターあるのか。なさそう。多分なさそう。ね、結構飛んでないとないですよね。そうだね。うん、え、どうする、あそこまで飛んだの。え、でもなんか距離計持ってるから、うん、もしか、おーっとー、やば、え、そんな行くの、見て、あれ、あそこだよ、めっちゃ近いよ、ほら、もう横やん、アプローチやん。もう林から出てきちゃったゴリラみたいになってるけど。ゴリラ、本当に黒くてなんか同化してますよね、奥の人、ね、あ、黒すぎ。ゴリラやん。なんかでかくなった。いや、ちっちゃくなったはず。本当に、なんでストレスして。ストレス。プロテスト落ちて。しすぎないよ。やめてくれ。俺の横にいれば、だいたい、ちっちゃく見えるんで。ずっと横にいます。でかい。でかいべ。すごいでかいけど。大丈夫？オッケー。うまい。あー、止まって。さすがいい。あー、行っちゃった。まあまあまあ、エンターに行きたい。強い。近くないか。ナイス。エンタ、俺先打つよ。した。頑張って入れるから。先行きます。お願いします。お願いします。あれ。わー。強かった。ナイスです。うまっ。いや、全然全然。パー取ってくれ。頑張ります。早いのかな。これぐらい？え、マジ？強くない？いや、これありますよ、これは。まあ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 。期待できるパット。目つぶっても入る距離。本当ですか？うん。もう目つぶっちゃうから。さあ見てるよ。やばいよ。これは大丈夫でしょう。いけー。危ないっす。危ない。危ないっす。ありがとうございます。はい、パー、パー、ボギーで。とりあえずこ、わけですね。わけだね。はい。オッケー、いい。今日テンション低いね。その話しないで。しない方がいい。しないで。なんかあった？なんもないんですよ。ダブルブッキングなんか絶対にしてないですからね。本当にしてないですから。
本当に。もし間違えたら、その相手方の人見てるかもしれない。いや、本当に申し訳ございません。本当に申し訳ございません。俺が無理やり引っ張り出しちゃいました。いや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 、すごいよと。申し訳ない。本当に。優しい。次無料レッスン。無料レッスンしてくれるみたいな。よろしくお願いします。こここそさ、余裕で通用しちゃうじゃないですか、お二人は。俺はまあ、Tショット次第だけど。まあ、曲がらん。俺、楽勝でアイアンとエッジでセカンドだろうね。結構多分、そういう感じだと思う。うん、いや、言ってんじゃん。うん。まっすぐ行く確率よね。何パー？ 12% ぐらい。結構少ない。うん。でもさっきの T ショット良かったからね。そうですね、もうあそこで一回使っちゃった。一回出ちゃった。あと一回出るか出ないか。あ、いいいいいいよ。あそこはいいんじゃない。だよね。うん、ナイス。よし。上が。いや、なんかうまくいける今とも。おお。違うよ、今日。なんで？メンタル。メンタルもある。あ、ちょっと。なんかあった？やめてもらっていいですか、いじめんの。優しくしてください。ナイスボール。いや、また上手くなってる気がするよ、これは。ドラコンの時はどういう？あ、もうあのまま。あれで行ってそのまま？あれで行ってます。その、いや、もう初めてすぎて何もわからなかったんで、うん、とりあえず出てみようっていうスタイルだったんですけど。で、これから長いの作ったりとか。そうですね。ヘッド合わせて。機会があれば。でも DI とかじゃ全然ダメそうじゃないドラコン。え？でも飛ぶんです。でも飛ぶ。でも飛ぶ。結局飛ぶから、自分に合ってれば何でもいいのかな。なるほどね。なんかその、コメントでもなんか、ドラコン用のクラブじゃないのに勝っちゃって、みたいな感じで言われたんですけど、うん、いや、本当にたまたま、自分のスイングに合うクラブだから飛ぶ。なるほど、なるほど。はい。って思ってる。まあでもそうだよね。そうですよね。タイミングとかあるからね。はい。まああと、ゴルフの延長線上でやるんだったら、ああいう感じがいいんだよ。うん。逆に大幅にチェンジすると、結構ゴルフが崩れてきちゃう。崩れちゃうかもしれないですね。自分のその、もうバッキバキに一撃を狙うタイプだったら、うん、またシャフトもっと柔らかくして、ロック立てて、ロックみたいな。ええー。そっちじゃないでしょ。どっちかっていうと、ゴルフの延長線上でやりたいでしょ。結局ゴルフが一番。まあそこがメインで。サブでドラコンだから。サブでドラコン。でもこれ。悪い悪い言い方。いや、なんか良くないよ、ね。ナイス。出まーす。ナス、おわ、でもこういうゴルフしてたのか。やめてもらっていいですか？やめてもらっていいですか？ちょっとだけど、でも。超えてくれ。超えてそう。あーっと、超えて。やばい。やばい。ここも自分が何とかすれば。頼んだ。頑張ります。なんか誰かに習ってたりはするんですか？いや、なんかいろいろ企画でいろんな人に習ってしまってる感じ。しまってる。そうですね。こう固定で誰かに習ってないから。いろんなじゃああれが入ってる。いろんな意識が広く浅く入ってる。で、多分どの人でもこう、その人で続ければ多分。継続すればそうそう、ゴールがあるんだろうけど、そこにたどり着く前にいつも、違うところ。次へ行っちゃうんで。7で183。ありましたね。でかい、でかいよな、まあ。すいません、8で。でかい。おぉ！いやー、ちょっと。いや、めっちゃいいね。もうちょい巻いて。巻いて、巻いて。ほら、ちょっと短いでしょ。まあまあまあ、乗れば、おんの字です、僕は。OK です。あら、ずっとだった。そう。やっぱり中でよかったね。え、雨だと、やっぱ落ちるでしょ、距離。飛ばないと、もう湿気もあるしね。これは。ああいうの狙い前は空いてるね。空いてる。空いてはねえか。112ヤード。やんまあ、でかい。でかいっすか？でかい。あ、ほんとだ。まあ、でも、なんかいい。あ、ナイスです、ナイスです。あ、全然いい。まあ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 。ナイスです。うまい。
まあ、全然うまいよね、豊田さんより。うせよ。いや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 。豊田さんより。いや、うまいのよ。でかくない？でかい。俺よりでかい。俺よりでかい。え、なんで50度の上なんか、なんか。P？ はい、じゃあ。え、下？ 56？ 96。 98は56でいけないですよ。あ、いけないんだ。いや、あのドライバー200、78で行くじゃないですか、うん、絶対行くっすよね、56で。俺が56で100ぐらいだから。一緒ですよね、行くっすよね、うん、一緒ぐらいな感じだけど。まあでもちょっと硬いのがスピンも効いちゃうし、ちょっと雨で湿気も強いかなっていうのもあると思う。なるほど。これが50、54、58のセッティングだったら、54でちょうどよかった。はいはいはい、54。入れちゃいますか？左右入ってるんですよ、ウェッジが。左が。ああ、入ってて、あの距離は左なんです。です。アプローチだけ左っていう噂の。噂。ご存知ですか？そうですよ。なるほどね。そうなんですよ。だから。そうか。3本めっちゃ入ってるんですけど、56、56、50、右で左でみたいな。ああ、そっか。で入ってるんですね。え、それ何ヤード以下左になるの？40、50からもう左。でもバンカーは右です。ああ。こんな感じ。まあこう走らせにくい。深いね。はい。見てください、このラフの深さ。見えますでしょうか？あ、行かないのね。左何度？56です。56。はい。打ちにくい、これ。あ、出た。これはこれでめっちゃ。それやだな。どうやって打っちゃうの？あー！ありがとうございます。まあ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 。先生になってくださった。久々このシチュエーションやったら、やっぱそうだよね。おー、シャンギレ。あーあーあああ。おっと、来た来た来た。うわ、ナイス。ナイスです。ありがとうございます。ナイスバディ。パー、え、パーですね。ナイスパー。オッケーです。やるさい。ナイス！バーディー！バーディー！やっぱバーディー狙いのナイスパットだったんで、はい。助かる。よかった。じゃあ、倒せる今日。いや、倒されはしない。いや、倒せる。やれる。やばい、ちょっと。いや、でもそんなに悪くないと思います。でかくなきゃいいけど。え、ぴったりだ。はい。真横ナイス。あ、よかったよかった。ナイス。ここ乗るのすごいと思うわ。あ、本当に？はい。今度また飛ぶね。飛んだ。飛ぶ。飛んだ？飛ぶな。いや、悪くない。悪くない。ありがとうございます。けど、フェードして。ああ、ちょっと。うん、カラー、ちょっと、ああ、ちょっと転がってる。大丈夫です。うまい、カが。カというか、ブヨみたいな。めちゃくちゃ今打つときやっぱり黒だ。黒だから。俺、そんな。キヨも全然大丈夫です。マジか。うん、うわ。なんか、うーんって全部、あれは、かぶってない。こうで。なんかみんな、黒黒白白ピンク。白白はやばくない、実際。ベイマックスみたいな。いや、楽しいよ。レッツさんの場合は、プライベートでもゴルフ行かして。そう。ね。うまい。基本イーグルなんですか？いや、他も、そうですね。この前他行ったもん。セブン。ん？セブン。セブン？セブン。え？前回？違う。セントナイン。あ、ナイン。え？セントナインってどういう感じのコースなんですか？セントナインは、
後ろからでもここの青ぐらい全然短かった。あ、そうなんだ。でちょっともうちょっとアップダウンがあってまた広く広いんだ。どこ落ちても大丈夫。じゃあ私たちには合ってるから。まあまあそうだね。ってなんかクラブハウスも個室みたいな。いやもうめちゃくちゃ個室がいっぱいあって、かなりラグジュアリー。ラグジュアリー。ラグジュアリー。すごいよ。いいなぁ。写真撮りたがり女子を連れてったら喜びそうな。ああ、私とか。撮りたがり？映えねえけど撮りたがりかもしれない。もうやだこれ。うまいうまい。ほっほっ。あ、落ちてこない。いやいや、ナイスです。ありがとうございます。おとなしめ。あれ、いい感じ。おとなしゅうございます。あら、すいません。シューズさんやばい。あ、うまいね。先行きます。よし。パー。はい、パー。出ます。わー。ナイス。ありがとうございます。いつもと違う。いや、けど本当にゴルフしてない。練習もできてない最近。いやー。これはナイスパーでしょう。ありがとうございます。なんとか。これは激パーでしょう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。やっと。素晴らしい。次が結構いやらしいボールなのよ。ここはユージさん乗せてたからだと。え、一度目で前オーバーしてなかった、まあ、そうですね、ちょっとでかくてすごいフォーパットしてたけど意味ないやん。ボギーやん。ここね。これでもカメラで狭さ伝わるのかな。皆さん、本当狭いんです、ここ。結構狭い。そう、じゃあ、あの、フェアウェイ自体もこう、馬の背になってるから、ちょっと右行くと落ちちゃうし、パンパンパンと行きたい。そう、有効に使えるとこが狭い、見た目以上。はい。いやー、巻いた。マーティの。左だけど、大丈夫じゃない。あ、バンカー、左サイドぐらい。うん、いいスープリ。ありがとうございます。ナイス。こんなか。ちょっと早い早いタイミングだ。パーパーパーなんだよ。1打差詰めるチャンスだよ。やばい、これはやばい。ちなみに勝って負けたらどうなる。ああ。プライド？ピンピンタ。ピンタ。え？していいの？逆にね。されたいとかない？大丈夫ですか？ご褒美。ご褒美。お前にはされたくねえ。お前のその腕っぷしには。なるほどね。まあ確かにね。いつもなんか、なんだっけ？何してるっけ？何やってんの？ユージさんは、モノマネ。モノマネ一回流行ったじゃないですか、なんか。ああ、はい。やっぱやった。それね。なんだっけ、ジョイのもの。ジョイ。どっちかわかんないみたいな。ああ、なるほどね。やつはやったけど。そうね。まあ、でも誰も得しないからな。そうなんですよね。間違いない。そう。なんかいいのを、じゃあ、このホールで考えましょう。そうだね。雲行きで決めよう。そうですね。雲行き。でも怪しいから、そっち。週何回ゴルフされる？なんか忙しい。いや、もう夏ずっとできなくて、それこそ今8月の更新ほぼできてなくて。そうっすね。じゃあ久しぶり。ちょうど6月ぐらいから、はい、結構ほぼ毎日仕事が、ちょうど今年20周年で。8月。ありがとうございます。お盆に横浜スタジアムあって、そこまでがめっちゃ忙しくて。で、一段落って。あ、そっか。じゃあやっとゴルフ再開。やっとゴルフ、そう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 。って感じで。秋になってきたし、涼しいから。まさにその一発目って感じ。
ありがたい。嬉しい。ありがとうございます。そうなんですよ。いや、お会いできたことがまず嬉しいから。ですか？やばいよ。やばいよね。やばいよ。もうみんな一番慣れてきやすい。いやいやいや、そんな。一回目すげえ緊張してて、まだしてるような雰囲気出してるけど、多分めちゃくちゃもう慣れちゃった。慣れてる。慣れちゃってるよ。そんなのさ、兄貴そんな。ありがたみ、ありがたみないよ。そんなことない。本当にそんなことない。あった。本当にそんなことない。ああ。しょうがない。最後の時はやっぱな。ダウン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 。おわやべえ。ありがとうございます。イエイ。あやばい。次出そう、はい。大人のゴルフ。うん、ナイスハートで。はあ。辛いぜ。ハマるとこのコースちょっとハマりますよね。ねでもね、うん、乗ってる、止まる、あ、先生、やべ先生だ、ありがとうございます、先生、いやでもあっちに味方がいいとこにいらっしゃる、頼むよ、でかい、ごめんなさい、ごめんなさい。すいません。やったわ、すいません。大丈夫です。次入れれば。次入れれば。入れれば。やば。怯えた、バンカーに。入っちゃえ。マジ。おーい。すいません。降りちゃうよ、頑張んないと。え？入った。おいや。うわあ。え？なんだボギーぐらいになったのかな。ナイス。ボギーですね。ボギーか。ナイスです。これ出す。入れないと。あのラインです。マン攻めで。これを私入れるともしかしたら。逆転。逆転。マン攻めで。曲がらず。全然曲がらず。関係ないんであのお取りいただいても。はーい。関係ないんで。はい、手待って。すいません。まあ、どめどめどめ。優しい。オッケー。ありがとうございます。よし、並んだ、並んだ。並んだ、こっからね。オッケー、助かった。弱い。危ねえ。だよ、もう。なんかさ、ツルツルに感じるんだけど、あんまりやっぱ前に行かない。ああ、危なかった。ちょっと俺がライン見しちゃったからもう、そういうこと、ね、入ったも同然だなぁと思って。まあ、プロなら、ね、はい、言っちゃったからね。行きましょう。お、いやけど、いい球になってんね。あ、やばい。あ、大丈夫そう。あれだね。落ちた。いい球になってるね。さあ、やりすぎ。ちょっとー。わー右に左に。俺最後まっすぐしか残ってない。すいません。マジかー。すいません。来たー、来た、ありがとうございます、ありがとうございます、とか、まあ、素晴らしい、まあ、めっちゃいい、え、それこそドライバーでどれぐらい止まれるんですか、170ぐらいじゃないですか、いや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 、80は行ってると思う、ね、行ってると、行って意外と行ってないこと多くて、俺もスピン量なのかなんかわかんないけど、え、9度ですか、14、9度、
でも球の感じも高くていい感じだけど。めっちゃいい球で、今のなんかもチーズ。うん、当たってる感じはいい感じですけど。なんか逆に今とかも、まあ、ちょっと起き具じゃないけど、はい、うん。なんていうかな。まあ仲間が。戦死してしまった、ね。ああ、すいません。あのね、そうですね。安全に行こうと思った時の方が意外と、ヘッド走って今みたいな球が出てる。人間ではないけど。起きに行った時の方がいい球出るんだよ。のが、そういう時もある。でも一個前も起きに行こうとしたら、右行っちゃったけど。まあゴルフってそれがあるからね。振れば振るほど今度スピンで上がって、全然飛ばないみたいな。本当に同じタイプかもしれないですね。私も。結構スピン量がめっちゃ多くて、っていう感じの球を。それは道具でもっと減らそうとかはしない。道具で減らそうと思ってDIにしたんですけど、うん、案外減らなかった。ああ、なるほどね。だからやっぱ自分の打ち方なのかなっていう。ゴルフ歴はいくつですか？小学校2年生だから、6歳、7歳ぐらいです。6歳、7歳から。はい。で、今26なんで、19年とかですかね。なるほどね。ほぼ湘南の風と一緒だね。あ、20周年。ありがとうございます二人は何、つなんか、あの、尾身川東急っていうゴルフ場で、うん、あるね、行ったことあるわ。あの、自分、キャディしてた時に、うん、まあ、同じぐらいにキャディで入ってきて、ああ、じゃあ一緒にそうですね、練習して、で、気づいたら仲良くなってたっていう。そうですね。それは普通にキャディとして入ってる、なんかその研修生みたいなで入ってた。いや、キャディ、あ、バイトで入りました。あ、手前がいいか、やっぱ。まあ、この感じだと、セクシードローっていう、あの、私の持ち玉なんか喋ってもらっていいですか恥ずかしい。あの、右のバンカーぐらいから、あの、右のバンカーから、こう、いう感じで。もういい感じで撮ってください。うまい。ドロー足りなかった。しょうがない。次頑張ろう。行って、行って、行って、行ってくれ。まあ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 。大丈夫。すれ大丈夫。あった？先ですよね。お客さんもっと先なんじゃないですか。多分。うん、あたしそう分かってるよね。普通の人。あった。行った。なんとか行きそう。あ、これマイヤー、マイヤー。ありがとうございます。届かなかった。オッケー、ナイスー。もっと飛ばしていいんだよ。すいません。やばい。撮ってるのに鼻で笑っちゃいました。カメラマンに鼻で笑われてるよ。やばいよ。頼むぜ。おかけしてるよ。お待ちしております。すいません。うまい。入った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 。うわー、ナイスバーディー。うそでしょ。これは素晴らしい。今熱い。やった。ナイスです。ありがとうございます。素晴らしい。Okay. ちょっと弱い。オッケー。ありがとうございます。ボギー。ショートパット一応。おはようボギー。来たんじゃない？おいいね。ありがとうございます。ボギーです。ボギー。ボギーです。
った、やっと活躍。いやナイスバーディー。バーディーはすごい。熱い戦いになってきております。個人戦で大丈夫ですか、ここの。個人戦でもいけるかもしれない。ボディー、ボディー、バーディーこ取ってるから。そうそうそう。まあ、とりあえず5ホール終わって、今、1オーバー、1オーバー、2オーバーで、勝負の方は今、2ストローク差。そうっすね。になりました。わー、やられてるわ。あと4ホールなんで。いけますか、大丈夫ですか、大丈夫ですか、いけますよ。大丈夫ですか、何がかかってんだっけあれなんだっけどうしたんだっけ、雰囲気怪しいから。かなりね、いい戦いになってるんで、後半もぜひ見てください。はい、みんな調子どうですか、最後一言。あー、いけそう、今日は勝てそうです。よかった、今日は負けないです。じゃあユージ、俺がリベンジ取った。あー、じゃあ後輩と言いましょう。お願いします。